ポルシェ911ポルシェ993ポルシェ993はポルシェ911の4代目モデルである。空冷最後のモデルとなる993型911は、キャビン周りに964型のシルエットを残しながら、太ももとも呼ばれたフロントフェンダーの峰を低くし、ヘッドライトを後傾させる一方、ボンネット前端の高さを 40mm 上げ、さらに、 テールエンドもテールランプの位置を髪型に移動したデザインに変更することで外観の印象は一新された。1989年にハームラガイのデザインで発表されたコンセプトカーポルシェパナメリカーナとデザインテーマ上の共通点が多く見られる。リアフェンダーは964型よりさらに拡幅され従来のセミトレーリングアーム式サスペンションの欠点を 改良するためにリアに採用されたマルチリンク式サスペンションを搭載するスペースを確保するとともにマフラー容量の増大と左右独立等長のエキゾーストを実現し排気系の改善に寄与した。エンジンは964型と同様内径 500mm 皇帝 76.4mm のままだが出力は272割馬 6100rpm 33.6 kgm 5000rpm に強化された。旧排気バルブの駆動機構に油圧式のラッシュアジャスターを採用し、964型までのエンジンが定期的に必要としていたタペット調整を不要にした。トランスミッションは MT モデルが964型の5速から6速へアップグレード。AT モデルは964型の トルクコンバーター式4足を継続使用するが、1995年に登場したティプトロニック S では、シフトレバーに加えて、ステアリング上のスイッチによる変速操作が可能になった。AT は二輪駆動モデルでのみ選択することができた。このモデルまでは、ナローから連綿と続く、共通の室内レイアウトであり、ポルシェを切るとされたタイト感が残る最後のモデルだが、 964型より、ベンチレーションが改良され静粛性が向上し、また主に神経式サスペンションにより乗り心地が改善し、快適性は向上した。1996年、エンジンに、可変吸気機構、バリオラムを装備。バルブ系の拡大、バルブタイミングの変更も同時に実施され、3.6リットルで13馬力アップ、下1 8 5馬力。 3.8リットルで15馬力アップ、下300馬力となった。ヘッドランプに、ボッシュの HID ランプシステム、リトロニックをオプション設定。1997年、キーホール照明をメーターパネル下部に追加。ドア内張りの衣装を変更。また、自然吸気六速、MT モデルのトランスミッションが、前年までの G50、21型に変わり、従来から、 騒音規制の厳しかったアメリカ、カナダ、オーストリア及びスイス向けの G50、20型を世界共通しようとした。G50、20型は2速から6速までをハイギアード化して騒音測定時の速度域でのエンジン回転数を下げることにより騒音規制をクリアしたため加速性能は低下した。各ギア比の変更は以下の通り。1速 3.8182速、2.1502.0473速、1.5601.4074速、1 2 4 2 1 1 0 5速、1.0270.9216速、0.8200.775。このモデルは、最後の空冷モデルであることから愛好家からの人気も高く、中古車市場でも高価格を保っている。 993型911は1998年まで少量が継続生産されたが、このモデルの生産終了をもって、創業以来のおよそ半世紀にわたって、ポルシェを支えてきた空冷エンジンが姿を消した。クラシックプロジェクトゴールド2018年、ポルシェはファクトリーに1台のみ残っていた993型911ターボ S のホワイトボディを使用し、 6500点以上の新品パーツを組み合わせて993の新車を生産するクラシックプロジェクトゴールドを発表。エンジンも新規に組み立てられ、ターボ S と同じ 450PS のスペックが与えられた。この復刻生産された993は中身は当時のままだがレストアではなく新規生産であるため、正規の新車扱いとなり、 ほとんどの国で2018年生産の新車に適用される規制に適合しない。そのため乗用車としての登録は不可となり行動は走行できない。993型911の復刻生産はこのプロジェクトの一台のみとされ、同年に米国で開催された RM サザビーズのポルシェ70周年記念オークションにおいて274万3500ユーロで、 落札された。ありがとうございます。